はい、えー、2020年新年明けましておめでとうございます、えー、ただいま2020年1月4日午前8時21分ですえー、今日から空間工房2020年のスタートですあのー、会社創業以来ね正月三が日1日2日3日と3日間お休みいただいたのは多分創業以来初めてではないかなと思うんですが、えー、ゆっくり休ませてもらいました えー、今年は甘えさせてもらってであのー、今年はですね、まあ、どんな年にするかって別にその代わり映えはしないんですけど今まで通り、えー、またこの注文住宅のおいい家を作る工務店でありたいなという努力を、まあ、同じようにやるだけのことなんですけどうんとね時々僕が言う言葉でえー まあ、手を抜いたら手がかかかるとえ手をかければ手が抜けるっていうのを僕はよく言うんですけどありとあらゆることで言えることであの最初になんかここはっていうところは手をかけておけば後でそで手を抜いても大丈夫なんだけどうんまあんとなくってやっちゃうと手抜きをすると結局それが跳ね返ってきて後で手がかかることになるっていうあの手をかけると手が抜ける。 手を抜くと手がかかるという、えー。このことをちょっと肝に銘じて、えー、いろんなことをきちんと手をかけてやろうというのが今年のテーマですかね。えーまあ、家づくりのご相談、今日から空間工房営業をやってますので、えー、LINE でもお問い合わせができるようになりましたから、えー、ぜひどしどしお問い合わせをください。それでは。 本年もどうぞよろしくお願いいたします、えー、価値ある美しい住まいへ空間工房でした